ね、はい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 。
んなとこで負けたら生徒に顔向けできないからな。これが仙人モードの力だ。俺は火影を越す男になってみせる。当然の結果、俺の邪魔をしなければ話にならねえな。なんとか勝てたみたい。私、なで様だけ弟子の鍛え方が下手なわけないでしょ。桜咲いて戦場に、撒いて掴むは勝利の花なんてね。ヒューガは木の葉にて最強。伝説の三人の名は伊達ではない。お前から勝利を得るなど、たやすい。終わり終わり、帰ってご飯の準備しないと。裁きが下ったな。最後のからくりまで見せることになるのか。これから消える世界のことなどに興味はない。私は負けることが許されない立場にいるんだよ。己の力量を測り損ねたな。
それがお前の敗因だ。力のない者が僕の前に立つな。共に歩いてきた仲間のため、私は最後まで歩いてみせる。ガマ仙人の強さ、思い知ったか。私の想像を超えるとは、大した方だ。しない。大切。火の石は何人も消すことはできる。子供たちを守り、平和を実現する。それが里というもの。俺は今、最高に燃えているぞ。もう踊れそうにないようだな。つまらぬ相手だ。骨が折れる相手だった。守りきる、最後まで。それが俺の道だ。どうした？わしを倒すのではなかったのか？なぜ弱いか。足りないからだ。憎しみが。負けはしない。大切なものがある限り。そう悲観する必要はねえぞ。最高に強い相手だったんだからよ。この僕に隙を見せるなんてね。愚かしい存在だ。どうやら己の実力を過信していたようだな。ガマ仙人の強さ、思い知ったか。少しは痛みが理解できたか。老いたとはいえ、侮られては困る。さっきまでの勢いはどうしたのかしら。刀が折れ、力尽きたとしても、心が折れねば道は引く。風影として、俺は負けられない。私から逃げようったって無理なんだから。ないものが僕の前に立つな。俺の勝ちだ。俺ってやるもんでしょ。腰痛が悪化したらどうしてくれる。やるぞ。
ガルタに3000年殺し影分身の